をしてタークにパンチをした。すぐに二人は泣き出した。先生が寄ってきて僕だけが怒られた。またやったの。二人が先に意地悪を言われたり、暴力はいけません、でも仲間に入れてやらへんと言われたのは僕の心が笑ったパンチやで。けれど僕が何か言うと先生は、あれ、もっと怒るに決まってる。だから僕は黙って横を向く。横を向いて何も言わずに怒られる。ああ、僕はいつも怒られてばっかりや。けれどお母ちゃん、先生、僕を見るとき、いつも怒った顔や。この前、お母ちゃんに、そんな怒った顔しとったら、シワが増えるで、と言った。また怒られた。僕はお母ちゃんにいつも綺麗でいてほしいのに。この前休み時間に大きな声で歌を歌っていたら、もう少し静かにしなさいとまた怒られた。入学式の時は声が大きくて元気がええねって言ってくれたのに、僕はどないしたら怒られへんのや。僕はどないしたら褒めてもらえるのや。僕は悪い子なんか。せっかく小学校に入学したのに、せっかく1年生になったのに、